DJI のミニシリーズ、DJI ミニ4 Pro のリーク写真が出てきました。で、それに関連してドローン業界でちょっと気になる話が出てきましたので、そちらも話していきたいと思います。はい、どうも、ソラクールです。今日は2023年8月8日火曜日になります。今日の話題なんですけども、DJI のミニシリーズ、DJI ミニ4 Pro、こちらの方のリーク写真というものが出てきましたので、そちらを話させていただきます。あと、それに関連して、ドローン業界でちょっと気になる話というものも出てきましたので、そちらも話していきたいと思います。でですね、こちらに関しては、ドローン DJI の方で記事になってましたので、まあ、それを見ながらですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思っております。それではよろしくお願いします。はい、こちらですね、ドローン DJI の記事になります。まずですね、DJI のミニシリーズのリーク情報として、噂の DJI ミニ4 Pro プロジェクトのリーカー写真をプレビューという風な記事が出てきております。まあ、こちらの方にですね、まあ、DJI ミニ4 Pro ということで、まあ、日付もですね、書いてあるんですけども、こちらの方はですね、リーカーのイーゴリ・バグダノフ、これですね、クワドロニュースとも呼ばれている方なんですけども、まあ、こちらの方がですね、リークしてきた写真ということになっております。で、こちらの方がですね、DJI ミニ4 Pro のドローンであると主張する画像をですね、アップロードしているということになります。で、これがですね、まあ、X でツイートされてきた内容ということになりまして、まあ、これがですね、これから出てくると思われる DJI ミニシリーズの最新作、DJI ミニ4 Pro というもののリーク写真ということになっております。まあ、DJI ミニ3 Pro と比べてですね、こちらのところ、足のところにですね、アンテナが復活しているというところがですね、まあ、ポイントになっております。まあ、この画像自体はですね、以前にもジャスパーエレンズの方が出してきた画像とですね、同じ画像になってます。これをですね、左右に反転した画像としてですね、今回クアドロニュースの方が出してきてはいるんですけども、これをですね、出してきたのがですね、どうやらですね、最初はですね、クアドロニュースの方がね、出してきた写真みたいです。で、記事の方にはですね、トップショット見られるように、そして下にトリミングせずに再現と。いうことで、クワドロニュースですね、バグダノフさん、こちらの方がですね、共有する画像にはですね、リモコンに接続されたスマートフォンの画面があり、7月14日の日付と接続されている DJI ミニ4ドローンがですね、表示されているということで、まあ、こちらの方ですね、DJI ミニ4 Pro ということで、2023年7月14日というですね、この写真と、あとですね、こちらのですね、まあ、写真というものがですね、まあ、リークされてきてというような形になっております。でですね、まあ、DJI の方、どんどんですね、ドローンの方を出してきて、まあ、ラッシュというところにはなるんですけども、ここからですね、ちょっとこれに関連して気になるですね、ドローン業界の話というものも出てきてますので、そちらの話をさせていただきたいと思います。でですね、気になる部分なんですけども、この記事内にも書かれてるんですけども、こちらの部分になります。データの安全性や保護主義のブラックリストへの取り組みが拡大する中、アメリカ、さらにオーストラリアで DJI が直面するますます敵対的なビジネス環境を考慮すると、DJI はできるだけ早く DJI ミニ4 Pro のようなドローンをできるだけ多く市場に投入しようとしているかもしれないというものということになっています。今ですね、DJI の方が次々とドローンを出してきている状況になってます。先日も DJI Air 3 とかもですね、発売されてまして、上の方にも書いてあるんですけども、まあ、2022年を経てですね、今年だけでも DJI の方は少なくとも5つの新しい機体、DJI Air 3とか、350RTK とか、Inspire 3、Mavic 3 Pro、Mini 2 SE、これらのですね、5つの新しい機体をですね、次々と出してきてるんですけども、今回ですね、一つのですね、可能性としては、まあ、ドローン市場がですね、どんどん悪化しているので、その前にですね、多く市場に投入しているということがですね、可能性としてあるということになっております。でですね、アメリカとかオーストラリアですね、いろいろと中国製のものがですね、禁止されているようなですね、法がですね、次々と可決されているような動きもあるんですけども、一方ですね、中国の方も、まあ、それに対抗するような形かどうか、ちょっとそこまではですね、わからないんですが、まあ、こちらの方のですね、記事が出てきております。こちらもですね、ドローン DJI の記事になるんですけども、アメリカのブラックリスト後、DJI は中国のドローン輸出規制による新たな複雑な状況に直面と
いうことで、まあ、中国のですね、ドローンのですね、輸出規制、こちらの方がですね、出てきたということになっております。でですね、まあ、こちらの記事のところに書いてあるんですけども、中国の方がですね、中国で生産された UAV、まあ、これはですね、無人航空機なんですけども、まあ、こちらの技術に新たな輸出規制を課すということをですね、まあ、発表したということになってます。なので、中国の中ですね、まあ、生産されたもの、まあ、こちらに関してですね、輸出規制を課しますよということをですね、中国の方は言ってきたということになります。なので、まあ、こういうことを発表されたので、まあ、DJI の方もですね、まあ、アメリカとかその他の国ってですね、まあ、売れなくなるということを懸念してですね、今ですね、どんどん市場に出しているということがですね、加速してるんじゃないかなということがですね、まあ、考えられます。あとさらにですね、DJI ではないんですけども、もう一つもですね、ドローン DJI の方で記事になってたんですが、フランスのパロット社というところがあるんですけども、こちらですね、パロット社の方がドローン生産をいかんということで、調達先をですね、中国から韓国に移動させたというふうなですね、記事もですね、流れてきております。まあ、こちらの方にですね、パロットのアナフィ AI がですね、あるんですけども、これはフランスのですね、パロット社が出している最新のドローンということになるんですけども、こちらの方にも書いてあるんですけども、ヨーロッパのドローングループパロットは、上半期の収益を報告する際に、いくつかの重要な発表を行いましたということで、パロットの方がドローンの売り上げが低迷する中、現金消費の削減を進めており、中国での生産と部品調達を停止し、従業員を約 20% 削減すると発表したということで、で、こちらの方ですね、記事のタイトルにもある通り、調達先をですね、中国から韓国にですね、移動させたというようなですね、事実があります。なのでですね、他のドローンメーカーもですね、中国からですね、他の国にですね、生産を移管しているということもありますし、あとですね、中国国内で作っている DJI の方も今ですね、いろいろとですね、市場に新しいドローンをですね、投入しているということが考えられるので、これからですね、ドローンに関わるサプライチェーンとかも大きく変わってくると思われます。なので今回ですね、まあ、DJI Mini 3 Pro のですね、リークのですね、写真というとこもですね、記事としてなってきてるんですけれども、まあ、それに加えてなんでですね、今回ですね、ちょっといろいろとですね、ドローンが出てきてるかというところで、中国がですね、国外に出すドローンに関しても輸出規制を行いますよというふうにも発表してますし、さらに、フランスのパロット社の方もですね、ドローン生産をいかんということで、かなりですね、サプライチェーンの方もですね、変わってくるんじゃないかなと思ってます。ちょっとですね、ここに関してはこれからもですね、注目していかなきゃいけない点なのかなと思って皆さんと情報者の方していきました。はい、ということでですね、これからもですね、ドローンのサプライチェーン、こちらに関してもですね、かなり変わってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、これに関してはですね、まあ、政治レベルの話もありますので、まあ、これからどういうふうな展開になってくるかというところですね、これから注視していかなきゃいけないポイントだと思うんですけども、フランスのですね、パロット社の方も中国生産から韓国へ切り替えるということもですね、発表しましたし、あとですね、アメリカとかもですね、DJI の方、ブラックリスト化しておりますけども、一方ですね、中国の方も、国外に出すですね、ドローンのですね、輸出規制ということもですね、発表しましたので、ますますですね、これからですね、混沌としてくるんじゃないかな、というふうにですね、私の方はですね、懸念しております。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。この動画がよろしければ、高評価ボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。このチャンネルはこのような話とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたりします。あと私のチャンネルはメンバーシップの方を開設しております。月額290円でとりあえず応援したいというコースと、月額690円で質問してあのノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースでは、いよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、学科試験の想定問題を60問作っております。最近では実地試験の公示戦対策の動画も作りました。第2回目に関しましては一般公開しております。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先を貼っときますので、まずはそちらを見ていただいて、もし他の回も興味がある方はぜひメンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。